て、おいしいものをたくさん食べて、ますます元気になっていただきましょう。私の隣のおじさんも神田の生まれでちゃっちゃき江戸っ子、お祭り騒ぎが大好きで、ねじりまきまきそんな浴衣、大雨が来ようが雷が降ろうが、朝から晩までおみこし担いで、わっしょいわっしょい、わっしょいわっしょい、ケーキはつけの牛を買っておくれ、そりゃ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 それそれそれお祭りだ。やばいね。
ください。1、2、3。ああ。それもそのはずですね。もうどうですか、博多からいらっしゃった方ももう汗を流して、どうですか、温泉よかでしょ、もうグッっていう感じでね、今日も大きく OK の印を出されましたが、私も実は、こちらにあります、龍宮日暮さんの方にも、たびたびお邪魔しまして、もうその他にも素敵な温泉ばかりで、私はこの岡温泉は日本一と思います。本当にもう素晴らしい温泉に出会えたことがとても、あ、ありがとう、不安です、ありがとうございます。お母さん、お母さん、そんなそんな、お母さん、あのラジオを聞いてくださってるということで、わざわざせっかくだけ名前は教えてください。いや、名前はよかですか。いやー、ありがとうございます。もうまたあの水曜日毎週出ますので、どうぞよろしくお願いします。あ、本当ですか。またあのベテランのお母さんにそんな真似してなんてね、とんでもないですよ。またいと思ってました。 ありがとうございます。もう本当あのですね、番組の名前がお母ちゃんのポケットって言うんですよね、お母さんね。そして皆さんですね、あの手を伸ばされるんです。直子さんが出ようとはお母ちゃんのポケットだろって言うんですけど、違います、ポケットです。はい、あとは見とっとポケっとしたご体験がポケットって言われますか、お母ちゃんのポケットという番組に出させていただいております。それからとCM でも100年仏壇という方に出させていただいてるんですけど、よく皆様から言われます。あら、こんなこと100年持つとかいたって聞かれるんですね。はい、持つかどうかはこうてみて、お客様がこんなこと持つか持たんか試してくださいと申しますもんですから、もうそら長生きするかどうかずいぶん増えたということでございます。本当にあの100年仏壇の方もですね、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、続いての曲なんですけれども、西村、今日はちょっとかなりピカピカの着ておりますが、日頃はどちらかというと着物を着ることのが多いんです。というのは民謡も歌わせていただいております。まずは、ま、他の県からもいらっしゃった方がいらっしゃいますので、ま、民謡でおもてなし、おもてなし、おてんぽんやでも歌わせていただきます。メドレーでまいります。Thank you.
ほら